警察や JR 東日本などによりますと昨日午後10時20分ごろ上越線の越後湯沢駅に向かう上りの普通列車が親子とみられる熊3頭のうち2頭と衝突しましたこの事故で乗客にけがはありませんでした2頭のうち子熊は死んでいましたが親熊は動かないものの息をしていて 上越線は熊の移動と安全確認のため始発から六日町越後湯沢間の上下線で運転を見合わせ午前8時半に再開しました県内では昨夜から今朝にかけ村上市や南魚沼市でも熊の目撃情報があり警察などが周辺に注意を呼びかけています